どうも皆さんこんにちは。今日はとある一日のルーティーンを撮ってみました。最後までご視聴いただけると嬉しいです。
は小学生組に占領されております。私は仕事帰ってきて買い物に行って、また買い忘れをまた買い物に行って、今ささっと簡単オイシックス のキットがあったので、ささっとですねフォークストローガノフを作りました。今日6時から、YouTube の私が入っている事務所の勉強会があるので、ちょっとそれをに初参加してみようと思います。まあね、脳みそを使わないとね、どんどん古くなっていくので、やっぱりね、若い方に学ぶのはすごく目から鱗なことが多いので、ちゃんと学んでおこうかなと思っております。みんな1回2回は来るよ、受験が。そのゲームばっかりしようけどね。ビデオ通話したら、でもみんなにかかると。ビデオ通話しようか。したらみんなにかかるね。はい、今日は後輩のゴルフ団体のお宅に来て、みんなもう出来上がっております。出来た？ミヤヤです。これね、お茶と思いきやウイスキーウイスキーこれはどうやって召し上がるんですか？ハイボハイボハイボゴルフのインストラクターのプーマ姉さん。あれ、家主が来ました。家主。宮古見て、こんなおしゃれな電気のとこに。なんかこれ、これ急に。あ、来た。これよ。これこれ。これで。これで。これで。これだと。あ、いいね。いいね。プーマ姉さん寝るかもしれん。もうちょっと後にしてこの。いいね。絶対電話して、セブン、あ、そこセブン、これ買って、あとはセブン、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 セ
コンビで。静かに。彫りが浅いもんで。すいませんね、おじい。浮きますけど。ひらちゃんみたいな。彫りが浅い。なんなら伸びとるもんね。うん、浮きますけど。声が大きいですよって今後輩に怒られてますけどね。いいですけど。いかがどうですか。もうなんか出来上がっております。この何言って今終わったか。ペラ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 。よいちくれたね。よいちくれない。昨日の映像見たら分かる。撮った時こんなしよって筋肉痛になってな。そう言ったよ。だいたいみんなピーやけど。ピーや。ベーコンチーズフランス、ベーコンチーズパン屋さんの、うん、美味しそうです。いいね、いいね、景色がいいね、都会やね。やばいですよ。そっか、そこに見る。都会やわ、都会やね。アラフィフのすっぴんです。粉の感じしたら余計なんかこうシワがね、シワに入り込むもんね。あんまり私もアイメイクとチークせんくなったけどさ、うん、コロナ生活からさ、うんうん、よし化粧するのよ。そうよ、シャツ前掛けの長いでエプロンしてお泊り返しました。白塗りで白塗り姉さん。おまけ動画はアラフィフおばさんたちの大騒ぎシーンをお届けしました。最後までご視聴いただいて本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。